経ちましたけれども、はいはいはい、実感、先ほどまだ湧いてないんだっていう話ありましたが、もう湧いていらっしゃったんじゃないでしょうか。いやいや、まだ湧いてないですよね。そうですか。そうですか。あの、はい、受賞の知らせを聞いた瞬間っていうのは、どんな感覚でしたか。ちょうど30分ほど前なんですけど、電話いただきましてね、あ、これかと思いました。これかと。はい、はい、その時どう思われましたか。まあなんとなくね、今年はっていうのは気を持っておりましたので、ね、選ばれた吉野明さん、京都大学大学院を卒業後、旭化成に入社。充電できる電池の小型化と軽量化を目指して開発に取り組み、昭和60年、現在のリチウムイオン電池の原型となる新たな電池の開発に成功しました。ほか、電気自動車にも利用されるなど、現在の社会を支える技術になっています。正直言いまして、約3年ぐらいありました。全く売れない時期がですね。で、それがある日突然のごとく売れ出したのが1995年なんです。Windows 95の年ですね。もうまさに IT 革命が始まったんです。ですからそういうことさえ最初に分かっておればね、5年でも10年でも待てるんですけどね。それはやっぱり精神的にも肉体的にも非常にきついですし、でその時点ではまあ当然研究開発投資も相当膨らんでますしね、ましてや設備投資も始まってますんでね。